本日はワタミのお食事券を使って居酒屋に行ってみようと思います。ところでお酒飲めないんだけど大丈夫なのかね。で大井町に着いたんだけど、帰宅ラッシュに巻き込まれそうだったぜ。で現在地でお店はどの辺なのかね。地図アプリで見る、相変わらず逆向いてんな。で JR の駅の方に向かって20メートル先を右折すると、はい、ありました、こだわりのレンガ。どんなものが食べれますかね。決済方法がいろいろありますね。ではひとまず行ってみましょう。迷うな、どこにしよっかな。やっぱ端っこだよね。お酒飲めないんですけど、なんか頼まないといけないんですよね。ソフトドリンク、無料のお茶とかですか。あ、はいはい、お願いします。おお、頼まなくても大丈夫だったぜ。あったかいお茶がやっぱいいよね。なんでみんなこんな寒い日にビールとか飲めんのかな。で飲み物こんなにあるのにいきなり聞かれてなんで注文できんのかな。たっぷりいくらがインパクト抜群だけど、他には何かあるかな。なんだこれ。まず私が食べれそうなのはだしかね。おでん3種と5種があるね。5種はわかるけど3種って何が入ってんだかわからんの。あ、だし巻き卵も美味しそうだし、 お茶漬けもあるね。ワタミ名物揚げ物かね。で焼きそばに、おソフトクリームな。でサワーにお酒っていう感じ、いっぱいあるね。おソフトドリンクは子供用か、持ち帰り用の容器なんかもあったね。マグロ食べ比べか、寿司5種にしよっかな。とりあえずはたっぷりいくら丼でしょう。であと何にしよっかな。やっぱおでんかな。何入ってるかわかんないからね。5種で、あと1品ぐらいなんか頼みたいなって思うんだけど、なんかな。もうだいぶ悩んでるからね。ちょっとこの辺でそろそろ注文しておくかね。後で食べながら考えるとしよう。ドリンクスタンドにミルクデザート、ワタミになんだろうな、焼肉に焼き鳥っていう感じ、あとだしか、青さ醤油、普通の醤油じゃないんだね。青さはなんだか入ってなさそうだけど。
きました。どうでしょう、どどーん、5種のおでんと、すげえちっちゃかった、たっぷりいくら丼。遅ればせながらジャスティース、今日は香ばしい麦茶だよ。では、あったかいうちにおでんから行くとするかね。いただきます。どれから行こうかなっていうか、からしをここにつけたらいいのかな。いや、なんか違う気がするぞ。取り皿に取ってでつければいいのか。もう一人の食事が長すぎてな。たっぷりつけたさつま揚げ、だしがよく染みて柔らかいね。じゃあからしをちょっとたっぷりつけすぎたかな。大丈夫かな。あ、来た来たよ。じゃあお汁でちょっと伸ばしてね。はい、安心。じゃあいくら丼もそろそろ行ってみようかなと思ったんだけど、わさびをのせればいいのか、小皿に醤油でのばせばいいのかってかけたら OK だな。はい、ちっちゃいたっぷりいくらのせ丼、どうですか。醤油の味が複雑すぎて、いくらの味がなんだか素直に楽しめませんね。あ、落ちた。このみんなはこういう大人になってはいけませんよ。結局いくら丼先に食べちまった。あれ、ご飯が欲しいなと思ってたのに。大丈夫かな、お汁のところにこんにゃく、危険。からしをまたまたたっぷりつけてね。おー、大丈夫かな。やばい、来た。大丈夫か。あー、来てる来てる、来てますよ。まあ、たまにはいいか、刺激もな。いつも一人で平和に暮らしとるからな、刺激がなさすぎるもんね。はい、柔らかい厚揚げ、どうしたらこんな柔らかくなるのかしらね。鼻水出てきた。あー、お汁飲んじゃった。やっぱりご飯欲しいな。どうしよう、ご飯セット、焼きそば、いや、ご飯にしようね。焼きそばにお汁かけられないもんね。はい、じゃあ待ってる間に大根食べて、からしをたっぷり塗ってな。いや、この大根めちゃくちゃ柔らかいな。どうしたらこんな柔らかくなるんだろうか。大根うまいわ。きたきた、白米、これで安心して食べられる。きた。あ、前髪がはげそうだ。まずはご飯をそのままいただいてみましょう。ご飯うめえな。ついついご飯だけで食べてしまった。いやいや、そんなに食べたらおつゆの分なくなっちゃうから。ではラスト、お楽しみの卵を、卵をね、びしゃびしゃにしてご飯にかけて食べるのが好きなんだよね。まずは半分はそのまま。
卵うまいね。じゃあ残りの半分はぐちゃぐちゃにしてびちゃびちゃにしてな。でからしもおつゆでよく溶いて全部入れちゃうからね。はい、卵汁出来上がり。おお、気づけば満席だ。居酒屋って混むんだね。知らなかったな。平日の夕方に来れば大丈夫かと思ったんだけどね。じゃあおつゆ全部入れてね。結局うちで食事してるのとこれじゃ一緒だな。だからね、あと一品ぐらいなんか食べたいなって思うんだけど、寿司にするかマグロの釜焼きか、なんか野菜が足りない。野菜、緑のものが足りないかな。お汁粉もないしね。てなわけで緑のもの、枝豆をチョイスしてみました。もうお腹いっぱいなんだけどね。ひげ、この人お酒も飲まないのによく食べるわって思われてんだろうね。はい、巨乳フニーター、ちょっと水着小さすぎるんじゃないの。ていうか豆が飛び出そうで緊張の一瞬です。眉毛、いや踏みたのがよくお似合いです。普通こういうのは飲みながら喋りながらちまちまつまむんだろうと思うけどさ、話す相手もいないしね。はい、ラスト。お店も混んできてるしね、席を空けなければね。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。一人居酒屋、お酒も飲まずに楽しんでみました。小栗旬に見つめられながらね。はい、ワタミのカードを作るとお食事券がもらえますが、居酒屋ばっかりなのでなかなか消費に困ります。お帰りの際はこちらのカードをお持ちください。はい、忘れ物はございませんか。はい、ごちそうさまでした。どうも。以上、こだわりのれん街でございました。7つのお店の味がいっぺんに楽しめるようなので、気になる方は来てみてね。大品川水族館のバスの真前にあったんだな。全然気づかなかったね。ではまた次回もお楽しみにね。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた次回もお楽しみにね。バイナラー。